浴衣スリップをつけた後、胴回りをタオルで補正し、浴衣を羽織ります。襟先を持ち、左右のとも襟の位置がずれていないか確認します。襟を両手で持ち、くるぶしが見えるぐらいに裾線を決めます。左手側の上前の端が右の腰骨の位置まで来るように合わせます。上前を一旦外して、右手側の下前を静かに合わせ、つま先を少し上げます。再び上前を合わせます。腰骨の 2,3 センチ上に腰紐の中心を合わせます。中心部分から両脇へ腰紐をずらし、後ろで交差し前で結びます。両手を宮津口から入れ、お箸よりを整え、後ろ側も同様に整えます。下前のお箸よりを斜めに折ります。左右の襟を持って前方に引き、背中心を合わせ、喉のくぼみが隠れるぐらい襟を合わせます。ウエストの位置に腰紐を結びます。その上に伊達締めを結びます。背中や胸元のシワは両脇に寄せて伸ばします。